はい、今日はですね、じゃあちょっと番外編ということで、スピチューブ番外編ということで、ちょっと今日はちょっとクラブに来てくれるお客さんの、もうタク大好きなんですよ、すごいですから、あんまり一見クラブ来そうじゃないですか。確かにそういう雰囲気あるんですけどね。でも音楽も大好きで、さっきも歌ってましたから、すごい。そうで、なんかちょっとサッカー、ちょっとこの今のサッカーについていろいろ教えてもらいたいなと思ってるんです。僕もそんな詳しくないんですけどね。そうですね、こんにちは、こんばんはの前にもサッカーですから、サンドの道のサッカーですから、間違いありません、間違いないみたいな。飯食べながらサッカー見れますか、ね、今のサッカー事情についてちょっといろいろね、聞いていきたいなと思うんですけど。そう、どうですか最近の。いや、最近のサッカー事情はですね、やっぱ、はい、移籍金ってものがすごく高くなって。あ、移籍金ですか。ちなみにスピちゃんが移籍した場合どれぐらい金かかるんですか。どういう推定で。いやでも考えるなら、10億だった選手が次の日になったら50億の価値になる、次の日になったら50億の価値になるって。視聴者の皆さんがして、彼誰なのかって、まあ、視聴者の皆さんがして、彼誰なのかっていうと、こう見えてもすごい3カ国語喋れるんですよ、すごい方でして。そうですね、ちょっとだけちょっと自己 PR を。鹿児島県から2年前に学生、まあ学生なんですけど。なるほど。あのマタドールによく来てくれてまして、ね、やっぱ外人の方ですごい接触されてて、接触されてて、接触って言うけど、ね、話されてて、まあ、中国語もペラペラなんで、まあ、すごいなと思って、で毎週のようにクラブ来てくれてるっていうことで、ね、その時のサッカーの話をね、よくしてるんですけど。素朴な疑問だけど、あの、はい、やっぱ岡山って学生ってあのクラブ行かないじゃん。ああ、そんなイメージがあるね。で、な、何をきっかけにクラブに行き始めたのですか。留学してた時に、定学で普通に、もう留学してた同級生が夜クラブ行くぜ、うん、で、木金土クラブに3連休で行くぜ。なるほど。それで行ってて、そこでもクラブにハマってしまってて、何さっきあの音楽が好きって言ったけど、やっぱクラブって結構社交場じゃないですか。そうですね。その音楽とその交流っていうか、そういうのどっちを比重に置いてるんですか。音楽がめちゃくちゃ、人と音楽と人との交流かっていうと、人との交流の方がちょっと多い、割合的には多いって感じです。ああ、なるほど。確かにそうかもしれないですね。僕らも音楽を通してこう人と交流につながっていく部分があるんで。そうですね。そうですね。だから人との交流からまた音楽につながっていくっていうのもすごいいいかもしれない。そうですね。だから人との交流からまた音楽につながっていくっていうのもすごいいいかもしれないですね。これもまあこのね、スピチューブもある意味音楽から始まった。そうですね。で、そこから、ね、はい、人との関わりが。確かに。で、じゃあ、最後に質問なんですけど、今のクラブに求めてるものって何かあったりしますか？なんか僕がこういう音楽好きだとかでもいいんですけど。いや、もう洋楽はもう何でも好きなんですけど、曲に関しては、うん、日本の曲でも、K-POP でも、洋楽でも全然何でもいけるんですけど、はい、音楽好きっていうのはいいですね、クラブに来てくれる人で音楽好きっていうのは。はい、で、最後にサッカーを一言で表す。そうですね、やっぱあれですね、あのもう一人の相方みたいな感じ。やっぱあれですね、あのもう一人の相方みたいな感じ。いつもスピチュー見てくれてありがとうな。これからめっちゃおもろいことやるから、チャンネル登録よろしく。